トニーという愛称で知られ、かつては俳優や歌手として活躍されていた俳優の赤木啓一郎さん。イケメンな顔立ちと個性的な人柄で人気を集めていました。今回はそんな赤木啓一郎さんと美輪明宏さんの関係、死因について見ていきたいと思います。1939年5月8日、歯科医をする家庭のもとに生まれた赤木啓一郎さん。東京都で生まれていますが、神奈川県鎌倉市に疎開し、1948年4月に藤沢市に移り住みました。そのため中学校は初めに通っていた栄光学園中学校から藤沢市立鵠沼中学校に転校しているようです。中学校卒業後は神奈川県立鎌倉高等学校に進学し、当時は創立されて間もなかった東京都世田谷区にある私立大学の成城大学に入学しています。芸能界に入ることになったのは1958年、赤木啓一郎さんが19歳の時で、日活株式会社という映画制作会社に入社しました。そしてあの名俳優石原裕次郎さんが主演を務めた紅の翼にエキストラとして出演したことがきっかけだったようです。この時は本名である赤塚千佳浩という名義で出演していました。赤木啓一郎さんの顔は当時珍しかったくっきりとした目鼻立ちの西洋的な顔から人気を得て、エキストラとして出演した後にどんどん作品に出演するようになりました。その翌年の1959年に素っ裸の年齢で初主演を果たし、デビューからわずか1年で主役レベルの俳優まで上り詰めました。その人気はすごく、赤木啓一郎さんはトニーという愛称でどんどん名を広めていきました。ちなみにトニーという愛称は当時人気のあったハリウッドスターのトニー・カーティスに似ていると言われていたことから名付けられたそうです。また俳優として活躍する一方で、生前は歌手としても活動しており、無敵が俺を呼んでいるなど全25曲をリリースし、どれもヒットしていたようです。見た目、演技力、歌唱力と3拍子揃った赤木啓一郎さんはデビューから一気に人気を集め、アクション映画にも出演し、アクション俳優として石原裕次郎さん、小林旭さんと並び第三の男とも言われ、一躍スターとなりました。日活だけでなく日本の映画界を支えていくことが期待された赤木啓一郎さんでしたが、1961年に21歳という若さで突然亡くなってしまいます。将来を渇望されたスターの急死に日本中が騒然しました。当時は赤木啓一郎さんの死を受け入れられなかったファンも多かったようです。活躍した期間は短いものの、間違いなく日本芸能界にその名を残す赤木啓一郎さん。死因は前頭骨亀裂骨折に伴う硬膜下出血ですが、直接の死因となったのは事故でした。怪我をしてしまった石原裕次郎さんの代役として、激流に生きる男の撮影をしていた赤木啓一郎さん。セールスマンが持ってきたゴーカートを休憩中に運転していた時にブレーキとアクセルを間違えてしまい、60km 以上の速度で鉄壁に激突してしまいます。その後病院に緊急搬送され、一時は意識を取り戻すも再び昏睡状態となり、そのまま亡くなってしまいました。当時は子役として活動しており、同映画の撮影にも参加していた江木俊夫さんは赤木啓一郎さんからゴーカートに誘われていたそうですが、小林旭さんに食事に誘われたことでゴーカートには乗らなかったそうです。もし江木俊夫さんがゴーカートに乗って亡くなっていたら、フォーリーブスが結成されることはなかったでしょう。フォーリーブスが結成されなかったら、ジャニーズ事務所が今のような大規模な事務所となっていなかったかもしれません。また赤木啓一郎さんが亡くなった後に代役に指名されたのが高橋英樹さんで、1961年に第5期ニューフェイスとして日活に入ったばかりの新人が主演格で出演するのは当時としては異例のことでした。この映画がきっかけで高橋英樹さんは一躍注目を集める存在になりました。日本芸能界にとって大きな転機となった赤木啓一郎さんの事故は、良くも悪くもその後の芸能界に大きな影響を与えたことは間違いありません。また家族はもちろん、芸能関係者やファンなど多くの方が受け入れるまでに時間がかかったことと思われます。そんな赤木啓一郎さんは俳優をしながら成城大学に通っている大学生でした。かなりのイケメンですので、かなりモテていたと思われますが、結婚をすることなく生涯を終えてしまうこととなりました。ただ愛し合っていた方はいたようで、
その相手というのが女性ではなく、あの三輪明宏さんだったと言われています。これは赤木圭一郎さんが亡くなってから約7年後に三輪明宏さん本人が雑誌で告白していたようです。当時は関係を隠しており、こうになることを恐れて本当は参列したかったであろう赤木圭一郎さんの葬式には顔を出すことはなかったといいます。突然すぎる死に三輪明宏さんは代表曲である愛の讃歌を歌えなくなるほどの心の痛みだったと語っていました。亡くなった後の告白だったので赤木圭一郎さんから語られることはありませんでしたが、三輪明宏さん曰く、お二人は心から愛し愛されていた関係性だったとのことです。実際に恋多き男と言われており、赤木圭一郎さんだけではなく様々な俳優たちと恋愛関係にあったと言われているようです。三輪明宏さんとの馴れ初めについて明確な情報はありませんでしたが、意外にも文学の話題がきっかけで交流が始まったそうです。しかし噂によるとわずか1年ほどでお別れすることになったと言われていますので、出会った時期は1960年前後だったと思われます。ちなみに三輪明宏さんは1935年5月15日生まれなので、赤木圭一郎さんよりも4歳年上になります。赤木圭一郎さんには赤塚ゆりさんという妹がおり、赤木圭一郎さんが亡くなった後に歌手としてデビューしています。赤木圭一郎さんの一周忌をきっかけに歌手デビューしますが、兄のように人気になることはなく芸能界から姿を消し、その後は赤木圭一郎さんと恋人関係だった三輪明宏さんの付き人になったと言われています。三輪明宏さんにとって赤塚ゆりさんは家族のような存在だったのかもしれません。亡くなってからも6年間にわたって男性俳優部門でトップ10に入るほどブロマイドが売れ続けたという赤木圭一郎さん、それだけ赤木圭一郎さんを忘れられない人が多かったという証拠で、赤木圭一郎さんがいかに多くの人々に愛されていたかがよくわかります。生きていれば80歳となる2019年7月に生誕80周年を記念してポスター集赤木圭一郎は生きているが刊行されていました。亡くなってからかなりの年月が経っているのにもかかわらず、ポスター集が刊行されるだけでもすごいことなのですが、これだけでは終わりませんでした。ポスター集刊行を記念して7月12日から16日の5日間、横浜市にある港南区民文化センターのひまわりの里ギャラリーで大ポスター展も開催されたようです。60年経った今でも当時のファンの心には鮮明に赤木圭一郎さんの記憶が残っているようですね。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。